うるさいわ <laughs> お前に言いたいわ <laughs> お前に全て言い返したいわだって真央さんのそれは稼ぎ頭のカメラですよねそうだよもう鉛筆みたいなもんだよそうしたらちょっとでも調子悪いって言ったらすぐポンポンで僕だったらだってもうそれ予備でと持ってますもん知らなかったんですか <laughs> はい、寂しがり屋のぼくちゃんきょう口学です今日はフォルクスワーゲンのポロこちらですねフェイスリフトして登場ということで、まあ、実はですね本国ではもうすでにフェイスリフトしてたんですけれどもようやく日本に導入されたということになります。こちらをですね内外装を徹底チェックいってみたいと思います。 フォイクスワーゲンポロフェイスリフトしたモデルですけれどもまず3サイズをためてチェックしていきたいと思います。全全全長ははは、mm、幅、mm、そして全高は、mm、ホイーールベースは、mm、今回のフェイスリフトでは全長がちょっと変わっただけであとはですね、えー、全部同じということで、まあ、少し全長が伸びたということになります。 で今回はまあフェイスリフトですから顔つきがですね変わったわけですけれども、まあ、最近の最新のフォルクスワーゲンのファミリーのですね共通するデザインが与えられたというのが特徴で、まあ、顔つききがままず大きく変わりましたこれまでと一番大きく違うのはこの LED が入ってグリルにも LED が入ってぐるっとこうつながった感じの LED になったわけですね。 で通常のデイタイムランニングライトはヘッドライトだけ点灯するんですけれどもヘッドライトなんかをつけるとこの真ん中の白い部分も光って一体感が出るというそんなデザインになっています。まあ、それと同時に IQ ライトを採用してますので、まあ、ゴルフなんかと同じようにインテリジェントなですねライトを採用したのが特徴ということになります。そしてバンパーですけれどもこちらもデザインが変わって、まあ、このモデル R ラインですのでスポーティーな見た目になっているわけですけれども。 このようにグロスブラックの範囲が広がって、ちょっとこうボディ同色のパーツが入るような顔つきになってます。で、これは通常のモデルだとこんな感じの顔つきになるわけですね。はい。このような感じでバーがですね、入るようなデザインになっていて、で、フォグランプが入っていて、ここはグロスブラックではなくて、このように樹脂のパーツになるということになります。なので、 比べるとなんか車の前でうんちみたいな人がいるんだけど見比べるとこのような感じでこちらの方がキラッとした感じになってますし、まあ、サイドのこの部分ですねここにちょっと金ドっぽいパーツが入るのでスポーティーな装いが一層引き立つというものになるわけですね。 まあこの顔の変更はかなり大きい部分かなというところで見ひょっこりはみたいに見切れんじゃないよ <laughs> 今見切れてても見えなかったから俺が寄ってってあげたんですけどね <laughs> 知らなかったんですか <laughs> でサイドに回ってきますとはいこのようにまあ 他のですね、ボディーパネル自体は以前と変わらないわけですよね典型的な5ドアのハッチバックのフォルムしてますけれどもこのラインが後ろに上がっていくことによってこう小股の切れ上がった感じがうまく出ているスポーティーな印象ということになりますそしてリアも大きく変わりましたこのようにして見るとテールレンズが全く違うものになってますねというかこのぐらいの離れた感じで見ると後ろから見たらもうこれは ゴルフかと思うようなそんなデザインになったわけですよねこの横長のテールレンズが大きく違うところで本当にもうイメージはゴルフに合わせているのかなというようなそんなデザインになっていますよってみるとこのような感じでこちらも LED が複雑に入り込んでいてでさらに他のフォルクスワーゲンモデルと同じようにフォルクスワーゲンのエンブレムの下にポロの社名のロゴが入るという構成は ここれ揃えたとということになるわけですねもう1年前に実際にはフェイスリフトしてますから他のモデルとの共通性を強く感じるデザインを取り入れたということになりますそしてマフラーはこのように左右に2本ずつ出ている4本出しかと思いきやダミーになっていて実際にはこのように下にマフラーは隠れているということになりますちょっと邪魔ですよそこにいる人そ,そこで内外装クやるの すみません。ね、よくわかりません。やっていいよ。俺がずっと喋ってる後ろでこうチラ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 ずーっと。ちょっと早く撮ってくださいよ。<laughs> うるさいわ。撮り終わるの待ちますから。カマチョですから。<laughs> というまあリアのですね見た目ですけれども、まあ向こう奥に見えるですねゴミちゃんが乗ってるあの、ま、モデルはですねあれは R ラインではないので非 R ラインだとちょっとこう。 マフラーの辺りがですねデザインが少し違うかなという感じで、まあ、こちらの方がよりスポーティーな印象になるのは間違いないところという部分ですねそれにしてもこのテールゲートなんかもパキッとですねラインが入ったものになってますけれどももともとやっぱりフォルクスワーゲンのデザインはこういうラインをですねきっちり入れるデザインになってますので違和感が全くないというかむしろ最初からこれだったんじゃないかというようなそんなですね収まりの良さを感じるものになっている、まあ、今回の x テはそこが特徴ということになります さあそして搭載エンジンですけれどもこちらは排気量自体は変わらないですね1リッターの直列3気筒のターボエンジンということになります最高出力は95馬力これは5000回転から5500回転の間で発生して最大トルクは1 7 5ニュートンこれを1600回転から3500回転の間で発生するわけですけれども、まあ、スペックもほぼ同じなんですけれども実際には最大トルクの発生回転が少し下がったりとかいう部分で変更があって、まあ、これによってです、ね、燃費も向上しています。 実際に WLTC モードではリッター1 7 1キロを実現しているというところでま車両重量1 1 9 0キロですからそこそこ燃費はいい方かなというところでまあ日本の車はコンパクトの場合はハイブリッドなんかが多いのでもっといい車多いですけれどもこの車の場合はリッター1 9 7キロということになりますちなみに組み合わされるのは7速の DSG ということになりますちなみにこちらのモデルの場合はタイアンドアルミホイルがデザインが違いますね195の 55R16 と いうことになりますまあシンプルなアルミホイールで <laughs> やめなさいって言わせの合々扁平になっているということですそしてリアですけれどもリアの見た目はこの部分がシンプルなものになっていてマフラーの出口がないというのが特徴ですねこのあたりが違うのでスポーティーな感覚を持ってるのはあちらの R ラインの方というところになりますちなみにフェンダーのバッジもこのように何もないものになっています さらにこちらの、はい、r ラインの装着タイヤですけれどもこちら2 5の 45R17 銘柄はコンチネンタルのコンチスポーツコンタクト5ですねを装着していますでホイールはこちらの場合は5本スポークから途中で発生する10本スポークタイプになっていて表面切削そして内側がブラックに塗られたものになっているというところで要するに通常モデルとは銘柄自体もですね違うものになっていてあちらはプレミアムコンタクトでこちらは スポーツコンタクトということになりますなんだよではインテリアをチェックしたいと思いますインテリアは見切れてる人がいるのを気にせずに話していきたいと思いますけれども<と> <laughs> 撮影場所を探してお、桂さんが走っていきます桂さんの撮影が終わったのでこの人は桂さんが撮影したところで撮影するということですねさあ撮影しよう <laughs> うるさいちょっと今ちょうどカメラこっち向けた時に言うなよ <laughs> はい。いか<た> <laughs> ライフを。ちゃんとあのこれ車映像を使うときいかライフのクレジットを入れといてください。いいですよ。<laughs> はいはい。<laughs> 知って知ってますよ。知ってますよ。知っ,知ってますよ。<laughs> すよ <laughs> ドアですけれども開けると、まあトリムがまあポロは本当に出たときからこのあたりの質感がまあ正直もうちょっと欲しいなと。 いいうとこころははあっったんでですすけれどもこの辺りは変わってないですねちょっとね樹脂むき出しの感じがやや残念かなというところですね。ねシルバーパーツはすごくいいんですけれどもこことの落差はでかいなというのは正直なところそしてドアハンドルも樹脂むき出しのちょっとこうプロトタイプかと思うような感じでここもちょっと素っ気なさすぎるかなというところですね。でこののアームレスの部分だけ布が 使われていて、スイッチ類はまあ細かいですね。メッキパーツが入ってます。で、ドアスピーカーの部分とかポケットの部分はこれハードプラ剥き出しのものですね。で、このようにスピーカー部分とポケット部分はハードプラということになります。で、スカフプレートはアルラインですので、このロゴが入ったものになるわけですね。フォルクスマーゲンの場合は吊り下げ式のペダルということになります。 インテリアですけれどもこちらも新世代のゴルフとかその辺りにですね習ったというそんなデザインテイストになってますねまずシートですけれどもこちら R ラインのロゴが入っていてこのようにブラックのファブリックそしてマイクロファイバーがグレーで使われていてグレーのステッチが入ってますねそして R ラインのロゴが入ってその下がチェックの模様になっていてまあチェックといえば本当は GTI ですけれども R ラインでもこれは。 チェックが使われているということですねちょっとこうスポーティーな感じだけれども可愛らしさもあるそんなデザインになっていますハンドルですけれどもこのように新ロゴになっていてまあ、他のですねモデルと同じ新しいデザインのハンドルになったというところですねここに R ラインのロゴも入っていますでは乗り込んでみたいと思いますはい乗り込んでエンジンのスタートストップ相変わらずこの位置ですねエンジン始動しますとこのようにロゴが立ち上がって そしてメータータが立ち上がってとということになりますちなみにハンドルはご覧になっていただいて分かりますようにトラベルアシストが入ったのが今回の特徴で、まあ、これがですね新世代のものになったというところですねそれを含めてハンドルのデザインが新しいものになっているというところですねそして今回モニターもこのような感じで全部液晶かなと思いきやここにタッチ式のスイッチが実は残っているというところですねただししこここは押てても反力が返ってこない タイイプのスイッチということになりますさらにその横にハザードがこれは物理スイッチとしてあるということですね。メーターはカラーの液晶メーターであるのは変わりないですけれども相変わらずサイドはですねこのように水温計と燃料計がこれはですね液晶ではないものが後ろからねと照明を透過するタイプのものが使われているということになります。でメーターは当然ビューボタンに押すことによってこのように、はい、見た目を 変更することができるとといいううことでこでのののりはももおなじみのものになっていますで今回この辺りのデザインがメーターからこうつながるようになってモニターもですねちょっと変わったというのがありますけれどもその下ですねエアコンの操作スイッチこれがゴルフなんかと同じようにタッチスライド式のものになりましたこれによって変更するという、まあ、使い勝手がね気になるところではありますけれども通常のようにこう押すだけでも 動きはするので、反力はないですけれども、そんなにこう、スライドするよりは触っちゃった方が温度調整しやすいかなというところですね、まあ、最近音なんであまり変えるということはそうそうないとは思いますけれども、そして下にですね、USB の C が2つあって、その下に置くだけ充電のトレイがあって、さらにシフト回り、スタートストップボタンがありますけれども、スタートストップボタンの横がアイドリングストップのオフとか、モード切り替えのボタン、パーキングのアシストとかですね、でモード切り替えは押すと、 ここののようにに、はい、走行モードが切り替わわるもななっていいますすシフトロブはこれまでと変わんないで変ねそしてその後ろまあねフェイスリフトなんでフェイスリフトレベルではハンドのサイドはやっぱり変わらないですよねなのでトラベルアシストついてますけれども停止保持はできなないいととうことになりますそれとこのカップホルダー縦置きのものでシフトロブの後ろに樹脂パーツありますけどもこの樹脂パーツがねちょっとしょぼいのが変わらなかったなというところですけれども。 まここに縦にドリンクが置けてその後にちょっと小物入れがあってさらにアームレストあって開けるとフェルト敷きになっているとでミラーは通常の縁ありタイプそしてルームランプは LED になっていますただし、はい、サングラスホルダーは残っているというところはいい部分ですねでライニングは全てブラックになっていてバイザーはこのような感じでカードホルダーあってスライドすると天井のランプがつく。 ちょっと青白い系の led ですね。で、座った時の空間自体は変更はないです。これはもういつものポロというところで変化はないですね。では、リアシートをチェックしたいと思います。はい、開けますとフロントシート同様にこのチェックの柄のシートが備わっております。はい、r ラインならではというところですね。乗ってみます。と足元ですけれども、身長168センチの僕がドライビングポジションを取った状態で拳が12。2 ちょい2つちょいですすねのレッグススペースがありますそして床面から座面までの距離ですけれどもこれはまあコンパクトカーにしては割と高さがある方なのでこの座面のエンドの部分がまあまあ膝裏に触るぐらいの感じはありますねはいなのでこの辺りは比較的優秀かなというとこでですねおここに USB-C のポートが2つ備わってますねセンタートンネルはめっちゃ高いですそして背ももたれれですけれども 僕の方に拳を乗っけたよりもさらに高い位置にありますのでサイズとしてはこのクラスにしては相当ある方かなという部分ですよねそして頭上ですけれどもこちらも拳1個以上のスペースが空いていますさらにウィンドウですがウィンドウもああここまでしか開かなかったですね全部は開かないというところですねリアに小さなクォーターがありますプライバシーガラスになっているので閉めてしまうとちょっと室内暗い感じは リアはあるかなとというところですよねライニングも黒いですし全体的にブラックの内装なので若干暗さはあるかなというところですねちなみにここら辺にアシストグリップはないですただしルームランプは、はい、LED のものが備わっておりますでアームレストがないですねセンターにヘッドレストありますけれどもアームレストはないとああとコートフックは一応ありますね、はい、さあラゲッジですけれどもテールレンズがねこう横長になったのでちょっと雰囲気変わりましたけれどもでこの ののロゴここれを引くとこのように開閉ができますちなみにここにはカメラが入っているのでリバースギアまあ本当とにやっぱりこのぐらいのサイズのハッチバックになるとミニマムなスペースという感じでありますけれどもポロの場合はこのラゲッジの床面とテールゲートの開口の部分に段があるのがまあ特徴というか、まあ、段ができちゃっているのが気になる部分ではありますよね。 これ辛い位置になってればもっといいかなと思うんですけれども一応段がですね出てるということですねただしこの開口の高さ自体はそんなに高くないので、まあ、そんなにこう積み下ろしに物をよっこいちょっと上げなきゃいけないっていう感じではないですねでサイド見るとサイドはまあホイールハウスで切り,切り立っているような状態ですがここだけ少しスペースをですね取ってあってこのようになんとジャッキが入っているという床は上げるとはい このようにスペアタイヤのスペースがあるので深くてこのジャッキを入れといても良さそうなものなんですけれども多分固定する張りがないんでしょうねでここにパンク修理キットとかそれ以外の腹フッ服とかそういったものが入ってますこれ二重底だから意外に深いですねでちなみにこれをスライドすることができますのでこれが深い方に板をですねずらした状態のそんなラゲッジになります さあ、そしてこれがトノカバーを外した状態で、6対4の分割稼働ということになります。まあ、この距離もですね。短いのでラゲッジ側からこのレバーを押して、そうするとこのまま倒せるようになります。こちらも84。で倒してみると、背もたれは少し前に行くに従って駆け上がっているような状況です。けれども、この板とフラットな続きにはなっているというところですね。 大きさとしてはロードバイクなんかはちょっと厳しい前輪外さないと入らないぐらいのスペースではありますけれども決してですね狭くはないこのサイズのハッチバックとしては十分な荷室を持っているとはいというわけでフォルクスワーゲンのポロフェイスリフトしたこのモデル R ラインを内外装徹底チェックをお届けしましたまあこうして見るとフェイスリフトして最新モデルとのつながりというのはすごく出たなというところを感じますけれども、まあ、細かなところのですね女子パーツのこうチープな感じというか そういういい部分はです、ね、まだ残ってるなというのはやや残念な部分ではありますとはいえ新しくなって他のフォルクスワーゲンモデルとすべてテイストがですね揃ったということは非常に好ましい部分だと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。 それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV、川口真奈でした。